コーナーに昇格いたしました。はあ、はい。おいでよ、おいで、おいで村です。はい。おいで村に住む皆さんのプロフィールやね、はい、おいで村で起こった事件、うん、事故、いろいろ教えていただいております。はい、ありがとうございます、いつも。はい、ラジオネーム、Pmax。僕はこの村で、喫茶店のマスターやってるんだけど、それはあくまでも表の仕事。本当は、村の掟を破った住人を処刑して土に埋める仕事をして恐ろしいな、恐ろしいな。その土に種をまいて野菜を育てると死体がいい養分になってとっても美味しい作物が育つんだ。今度うちの店で美味しいキャベツを使ったペペロンチーノをご馳走してあげるよ。美味しそうだね。あんまり食べたくないわ。あんまり食べたくない。めちゃめちゃ怖いじゃん。ジアンダテイカーじゃん。すげえよ。あげとくよ。わかったよ。地獄の墓掘り人でございます。ラジオネーム、鳥獣ギガジャクソン。おーい、アリオス、起きてるか。方言もいろいろ。多種多様な人たちが集まってますからね、はいはいはい、おいで村にはね。そうですね、いっぱいいますから。おい、アルヨス、起きてるか。起きてるに決まってるんだろ。オーラの話聞いてけれ。この前、ただで出てこねえかと思って、自販機を蹴った時から、足の指がパンパンに膨らんだんだけども、これって病気なんだべか。イダグでイダグでアルゲネンドも月曜日に少年ジャンプば出るけん病院ば我慢してつばつけて寝るだよアルヨスワンピース早く読みてえべよクソクソみたいなやつばっかめちゃめちゃ怖い人いたのに、今度のどかな間抜けなやついるし、こんなやつすぐ殺されて埋められちゃうだろ、こいつ。確かに。また、なんか、さっきの墓掘り人の人はね、墓掘り人で、また墓掘り人のお話を送ってくだされば、連続性がございます。よろしく。ラジオネームバスケットカウント。タピオシさん。なまりがなんで有吉がタピオシになっちゃうんだよタピオシさん私は北海道っていうところに住んでるもんです北海道は今汁カレーが流行ってんだけども知ってるかなんまらスペースイー、スペースイーでうまくて私も大好きで毎週食いに行ってるっしょ。タピオさんも汁カレー食べにいらっしゃいな。じゃあ汁カレー食ってほてってる女を雪山に突き飛ばして冷やすボランティアしてボラにすっからまたな。北海道はちょっと違うんですよ。もう、早いんで、こういうのをちょっと排除してください。そうなんですか。ラジオネーム、東京ガスサポーター。おーい、バリヨシなんでそういう風になっちゃうんだよ。おい、バリヨシオラはこの村でサッカー選手してるだよ。この村で行われてるサッカーはちょっと風変わりでな。みんな全裸でボールを蹴っとるし、乳首乳首あっても怒られないし、ペニバン装着しててもイエローカードさ出ねえよ。見てるだけでもすんげえ面白いからバリヨシ村長もぜひスタジオに、スタジアムに遊びにおいでや。京ガスサポーターのやつがよくこんなメール送ってくるな、本当に。ラジオネーム、マザーズミルク。おーい、ペニオスなんでそうなっちゃうの？オラはこの村で郵便屋さんをやってるんだべ。こないだね、上戸彩からの手紙が届いたんで、アナルで食っちまったよ。ごめんね、ベッキー。相当大事なメールだったと思うぜ、本当に。ラジオの弟子の正彦。アリオヒヤスダー。アリオヒヤスダー。こんばんは。
オラこの村でパンティーソムリエしてるシニパンってもんだ。パンティーの匂いさ嗅ぐば、その人の悪いとこわかんだべ。あ、トミばあちゃんまた来ただべか。どれどれくんくんくん、くっさい。くっさいねえ、この匂いは。わかった。うんこだべ。ああ、JK 来ねえかな。いろんな人がお住まいでございます。でも何は以上おいでよおいでおいで村でした。はい、行った時から足の指がパンパンに膨らんだんだけども、これって病気なんだべか。イダグでイダグでアルゲネンドも月曜日に少年ジャンプば出るけん、病院ば我慢してつばつけて寝るだよー。あるよすー、ワンピース早く読みてーべよークソみたいなやつばっかめちゃめちゃ怖い人いたのに、今度のどかな間抜けなやついるし、ね、こんなやつすぐ殺されて埋められちゃうだろこいつ、ね、確かに。またなんかさっきの墓掘り人の人はね、墓掘り人で、また墓掘り人のお話を送ってくだされば連続正解ございます。よろしく、はい、ラジオネームバスケットカウントタピオシさん、訛りがなんで有吉がタピオシになっちゃうんだよタピオシさん、私は北海道っていうところに住んでるもんです。北海道は今汁カレーが流行ってんだけども知ってるか。ナンマラスペースイースペースイーでうまくて私も大好きで毎週食いに行ってるっしょ。タピオシさんも汁カレー食べにいらっしゃいな。じゃあ汁カレー食ってほてってる女を雪山に突き倒して冷やすボランティアしてボラにすっからまたな。北海道はちょっと違うんですよ。もう、早いんで、こういうのをちょっと排除してください。そうなんですか。ラジオネーム東京ガスサポーター。おーい、バリヨシなんでそういう風になっちゃうんだよ。おい、バリヨシ、オラはこの村でサッカー選手してるだよ。この村で行われてるサッカーはちょっと風変わりでな。みんな全裸でボールを蹴っとるし、乳首乳首あっても怒られないし、ペニバン装着しててもイエローカードさ出ねえよ。見てるだけでもすんげえ面白いから、バリヨシ村長もぜひスタジオに、あ、スタジアムに遊びにおいでや。京ガスサポーターのやつがよくこんなメール送ってくるな本当に。ラジオネームマザーズミルク、おーいペニオスなんでそうなっちゃうの。オラはこの村で郵便屋さんをやってるんだべ。こないだね、上戸彩からの手紙が届いたんでアナルで食っちまったよ。ごめんねベッキー相当大事なメールだったと思うぜ本当に。ラジオの弟子の正彦、あ、こんなやつすぐ殺されて埋められちゃうだろこいつ、ね、確かに。またなんかさっきの墓掘り人の人はね、墓掘り人で、また墓掘り人のお話を送ってくだされば連続正解ございます、はい、よろしく。ラジオネームバスケットカウントタピオシさん、なまりがなんで有吉がタピオシになっちゃうんだよタピオシさん、私は北海道っていうところに住んでるもんです。北海道は今汁カレーが流行ってんだけども知ってるか。ナンマラスペースイースペースイーでうまくて私も大好きで毎週食いに行ってるっしょ。タピオシさんも汁カレー食べにいらっしゃいな。じゃあ汁カレー食ってほてってる女を雪山に突き倒して冷やすボランティアしてボラにすっからまたな。北海道はちょっと違うんですよ。もう早いんで、こういうのをちょっと排除してください。そうなんですか。ラジオネーム東京ガスサポーター。おーい、バリヨシ
でそういう風になっちゃうんだよ。おいバリヨシ、オラはこの村でサッカー選手してるだよ。この村で行われてるサッカーはちょっと風変わりでな、みんな全裸でボールを蹴っとるし、チクビチチクリあっても怒られないし、ペニバン装着しててもイエローカードさ出ねえよ。見てるだけでもすんげえ面白いから、バリヨシ村長もぜひスタジオに、スタジアムに遊びにおいでや。京ガスサポーターのやつがよくこんなメール送ってくるな、本当に。ラジオネーム、マザーズミルク。おーい、ペニオス。なんでそうなっちゃうの。オラはこの村で郵便屋さんをやってるんだべ。こないだね、上戸彩からの手紙が届いたんで、アナルで食っちまったよ。ごめんね、ベッキー。相当大事なメールだったと思うぜ、本当に。ラジオの弟子の正彦。アリオヒヤスダー、アリオヒヤスダー、こんばんは。オラこの村でパンティーソムリエしてるシニパンってもんだ。パンティーの匂いさ嗅ぐば、その人の悪いとこわかんだべ。あ、トミばあちゃんまた来ただべか。どれどれ、くんくんくん、くっさい。くっさいねえ、この匂いは。わかった。うんこだべ。ああ、JK 来ねえかな。いろんな人がお住まいでございます。